あと少しか。おいそこ、気を緩めるな。疲れてるなら休憩を入れろ。昼飯はちゃんと食ったか。このペースで行けば納期には間に合うから、今のうちにさっさと休んでこい。ったく。お疲れ様です。工事の方どんな感じでしょうか。ああ、どうも。そうですね、6割終わったってとこでしょうか。まあ、もうそんなに。リフォームを頼むのって初めてだから、どこの会社に頼もうか悩んでいて、そこでそちらの会社の噂を聞きまして。何でも早い、丁寧、安全とのことで、しかも保証もしっかりしてくれるということで。ということは、もしかしてウェブサイトを見てくれたのですか。嬉しいです。あ、そうそう、これよかったら。これはクッキーですか。はい、お店で作っているものでして、もしお嫌いじゃなければ。ありがとうございます。子供の頃は家の事情でこういった洋菓子を食べるきっかけがなかったものなので、嬉しいです。それではありがたくいただきます。その、早速食べてみてもいいですか。はい、どうぞ。では失礼して。うま、おいしいですね。これはハーブが練り込まれているのですか。はい、そうなんです。へえ、こういうクッキーもあるんですね。うん、爽やかな匂いがしてすっきりします。ありがとうございます。ハーブはローズマリーを使ったので、リフレッシュ効果が見込めるかと思います。皆さんの分も持ってきておりますので、後で皆さんにも。いや、すいません、気を使わせてしまってありがとうございます。いいえ。それにちょっとお話というか、気になったことがありまして。話したいことですか。ええ、その気分を悪くされたらすみません。そのですね、何と言いますか、その会社の名前が鬼の肉体ビルディング建設と、他の業者さんの名前と比べてすごく変わってると言いますか、ちょっと気になって。ああ、よく言われるんですよ、それ。私、ネーミングセンスないんですかね。すみません。ああ、いや、そういうつもりでは。あ、でもこの名前のおかげで名前を覚えてもらいやすいんですよ。そこんところは得したな、なんて。そうですね、会社名にしては結構珍しい名前だなと思って。まあ、部下からはあんま評判は良くなかったんですけどね。実はもともとは別の名前で会社があったんですけど、ある時期をきっかけに覚えてもらいやすい名前をつけようってことで、この名前はどうだって提案したんですよ。へえ。で、最初はまあすごく反対されて、ローマ字を使ってほしいだとか、かっこいい漢字を入れてほしいだとか。まあ最後は社長権限で無理やり決めたんですけど。その、結構ワイルドですね。いやー、私としてもかっこいい漢字で猛烈熱血建設だったり、カタカナを使ってキング・グレート・クラッシャー・カンパニーとかつけたかったんですけどね。かっこいいですし。すごい名前ですね、二つとも。でしょ？私、子供の頃は巨大ロボットとか巨大兵器とかすっげー好きだったんですよ。そこからインスパイアを受けたというか。へえ。あ、ちなみに今の会社の名前、鬼の肉体ビルディング建設ってのは、そういう趣味は捨てて、覚えてもらえる名前はなんだって突き詰めていったら、その名前に行き着きまして。ほら、私みたいな鬼ってすごく頑丈なんで、この体みたいにどんな建物も頑丈に強くしますって意味を込めたんです。ふん、それと、
ボディービルにもかけてみたりで。へえ、確かに鬼の人ってすごくたくましい人が多いですよね。そういえば腹筋すごいですね。まあ鍛えてますから。こういう現場仕事だといざって時に動けないとですからね。よかったら触ってみます？え？あ、いいんですか？いいですよ、減るもんじゃないですし。さ、どうぞ。それではお言葉に甘えて。あ、すごく硬い。そうだ、腹筋と腹筋の間に指を入れてみてください。え、こうですか？はい、そうです。それでは。わ、すごい、指が挟まれちゃう。すごいですね。ありがとうございます。あら、どうしました？ああ、その実は私、その付き合ってる人が一応いて、私って体もでかいし筋肉もこんなにあるから。もしかしてその人が怖がってないか心配だったり？まあそうです。で、いつも酒の力を借りて強引に迫るっつうか、それで次の日にまた、ああやっちまったって頭を抱えたり、たまには向こうからリードとかもされたいですし、いつもは私がしてるんですが、たまには腕枕とかしてほしかったり。ああ、いや、今の関係も十分幸せなんですけど、なんと言えばいいのか。普通の恋人っぽいこともたまにしたくなるというか。わかります。私もあの人にもっと甘えてイチャイチャしたいですもの。あなたみたいに綺麗な人でも悩む問題なのか。まあまあ、綺麗だなんてお世辞でも嬉しいわ。でもそうね、甘えるって確かに難しいわよね。甘えすぎて嫌われちゃったらどうしようって怖くなっちゃう。そうですね、何か方法があれば。あ、好きな料理を作ってあげてそのお礼にとかはどうだろう？あ、いいですね、それで好きな料理を作ってあげた日はいつもよりもイチャイチャしたいって合図にしたりしていって。あ、いいですね、それ。そっか、料理か。今度作ってみっか。あら、もしかしてその様子だとお料理って得意だったり？ああ、はい、そうです。実はうちの実家旅館でして、子供の頃はいろいろ教えられてきたんです。子供の頃は包丁の持ち方から立ち方から、特に和食は魚の締め方やら三枚おろしやら何度もやらされまして、まあそのせいつうかおかげで今は料理を作るのが苦にはなってなかったりで。まあまあ、そうなのですね。私、料理は一通りできるとは思っていたのですが、魚の締め方は知らなくて。まあもともとどうして締めるのかっつうと、水揚げされた直後は魚って暴れたりうっ血したりするんで、そうなると魚の旨味成分っつうか、そういうのがなくなっちまうんです。で、そういうのがないようにスーパーとかに並んでいる漁で取られた魚なんかはあらかじめ手鍵っていう道具で締められてるんで、別に必要ないとは思うんですけどね。でもそうですね、よかったら今度見せましょうか、魚の締め方。まあいいのですか？はい、こうして出会えたのも何かの縁ですし、それにさっきのクッキー美味しかったね。ありがとうございます。そうだ、今度もし近くに寄ることがあったらぜひ花屋に寄ってってください。
このクッキーに合う紅茶かハーブティーを用意して待ってますので。はい、その時はぜひ。そうか、花か。うちの会社の応接室、地味だからテーブルに何か飾りたいと思っていたんですよ。花、いいですね。わかりました。ではお越しになられるときは教えてください。いくつか見繕っておきますね。お、ありがとうございます。お、戻ってきたか。あら、それじゃあ私はこれで失礼しますね。あ、はい、また引き続きお任せください。はい、ありがとうございます。